赤星です。どうも、もう返せません赤崎です。どうも、ひふみかじです。あらしです。さあ、今回リン渋谷店ということで、はい、意外と一回も行ってなかったんですよね。はー、あの撮影としてはね、行ってなかったんですよ。はい、あの渋谷のね、センター街の奥に存在する二郎系の店舗でございまして、はい、駅からだとちょっと多いんだけど、なんと店主さん、あの情報によると、うん、目黒の二郎で修行されたのではないかという噂が、あ、そうなんですね。実はあるんですよね。で、常時この6種類のね、この二郎系が置いてありまして、ポン酢が特にまあ有名というか話題ですよね。ただ今回はこちら一番下のカレーチーズを選んでおります。あー、すげー。いや、そうなんですよ、これですね。カレーチーズラーメン、ニンニクでして、野菜ニンニク油のコールはできませんので、はい、あ、そうなんですか。そうなんですよ。なるほど。で、食券とかで追加するいつもないんだけど、はい、煮豚っていう豚増しとか生卵、あとはまあゆで卵みたいなのを追加できます。はい、はい、というわけで、まあね、やっぱりまずはカレー野菜から、含んでいきましょうかね。これがね、デミグラスソースのように非常に濃厚なんですね。やや甘みがある。というわけで、ちょっとニンニクは避けておきまして、麺いっちゃいましょう。はい、ねー。おっと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 、早速私から見ていきますか。ね。いや、顔から。ドロッドロのルーが麺に絡みついて、これ、うん、ますぎる。マジでうまい。ほんとに。まあ、そこの方にね、ベースとなる醤油が入っていて、はい、でこうその上にカレーがかかってるんだけども、はい、下の方からこう引き出していくと、こう醤油ベースの味わいも楽しめるという。なるほど、あ、なるほど。この一石二鳥ですよね。うん、一石二鳥っていうのかな。一石二鳥。一石二鳥。お得。ニンニク、うん、ニンニクを、そう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 、ここでニンニクを足していく。やっぱりカレーといえばね、ニンニク合いますからね、まずね。うん、カレーニンニク麺を混ぜて作っていくんですね。はい、ちなみにリンのご経験というのは、ご経験って言い方、ご経験はないですね。あ、ないんだ、はい、あ、じゃあもしこれ見ていったらもううますぎるんで、うん、ニンニクと、あ、ここでね、もうチーズの風味がもう溶け出してて、はいはいはい、カレーチーズが贅沢なんですよ、うん、本当に、それも、間を間髪を入れず、豚、カレー豚いきます。これがもう一気に一気にいきます。もうこれ醤油で煮てあるんで、はいはい、ゴロゴロ引き締まり豚となってまして、はい、これしかも2個入ってるよ。あ、ね、煮込んだ醤油の、まあ、味とこのカレーのスパイスがこうちょうどこう、うん、わーっと混ざり合ってて美味しいんですね。うん、あ、これなんかこれがもう本当に主役かもしれない。食べるラー油、主役ではないかもしれないけど、うん、これ主役は麺でしょ、多分麺主役は麺か、うん、これ一口いきますよね。はい、納豆出ました。何がスマッシュ、スマッシュそう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 、このザクザクとドロドロの組み合わせもうやばいです。最近食った二郎系の中でもナンバーワンかもしれないぐらいの衝撃を受けました。本当に美味しかったです、これ。で、もうここにまたさらにね、胡椒、胡椒かけちゃうんですよね。赤星といえば胡椒ですよね。いや、まあまあそんな感じになってるけどね、見てる人はわかるけど、どこまでうまくなっちまうんだと、ほんともうこの時点でうまさの限界レベル突破してますから、もう、あ、もうアンコールライブ、ラー油ね、どんだけうまいかって話ですよ、ほんとに。これはもちろん無料で卓上に置いてありますんで、はい、ちょっとこう液体をね、ギュッと絞って僕は中のやつを入れていくともう癖になっちゃって、はいはいはい、まさにこのことですわ、癖になるというのは。あ、でちなみにこの醤油だれなんかも置いてあるんですが、はいはい、ね、別にこうまあ入れるけど、うん、入れるけど、もともとのカレーがマジでうまいんで別に、まあ、入れなくても、まあ、あったから入れたみたいな感じで、いや、そうそうそう、なるほど、試してみたよということでね。で、まあ、やっぱカレー系なんでちょっとこうかっこんで、ご覧ください。あ、おっとっとっと、参っちゃったか。何が全然参った顔してないです。え、参ったんですよ、あれは。僕なりの参っちゃいましたね。会員ですもん。なるほど。もう、うますぎて会員ですわ。まあ、もうマシマシレベルの関係ない、こんなのは、うん。関係ないですもん。マシたかどうかは。味がうますぎる。味マジでうまいっす。味マジでうまいっす。味マジうま。味マジっすね。てか、カレーとチーズってまさに。まあ、ラーメンとチーズって合う、よくわかった。あ、まあまあ、普通入れないもんな、うん、普通入れないですもん。誰が始めたの。ほんとっすよね。いや、まあそんな感じの、いや、はい、新たなる発見のあった渋谷のリンでございました。大変美味しかったことさんでーす。はい、そうでーす。